皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は近い将来不登校はなくなるはてなというタイトルでお話をしようと思います。この不登校がなくなるというのはみんなが学校に行くようになるという意味ではないので、最初にそれをお断りさせていただきます。子供はいろんな体験を通して学びを深めていきます、ね、いろんなことに挑戦して成功したり失敗したり、ね、そういうことを繰り返す中で社会の中で生きていく力、それを育てていくんですね。で、それが同年代と触れ合い、ね、その中で身につけていく場所、それは学校だと思っています。でも今学校に行けない子どもたち、不登校と言われる子どもたちの数が増えているんですね。文科省も教育委員会も不登校自体は問題行動じゃないと言っていますが、実際不登校は普通じゃないと考えている人がやはりたくさんいると思います。そのこと自体が学校の先生とか、で学校に行けない本人、またはその保護者の方、こういう人たちを苦しめているんですね。最近の不登校を防ぐ対策として、福岡県では子どもの不登校の兆候を早期に発見する、このために公立の小中学校で健康観察アプリ、これを導入するそうです。で、このアプリのデータ、教員が共有して不登校の可能性がある子ども、これを不登校になる前に支援すると、こういう形を取っているそうです。またすでに不登校になっちゃった子ども、で半分不登校の子ども、これに対してのいろんなことも行われています。学校までは来れるんだけど教室で学習できない、そういうお子さんもいます。そういう子どもは学校でクラス以外の場所で学習すると、保健室登校みたいなものですね、そういう機会を提供したり、フリースクールや公営の教育支援センター、これを充実して、多様な教育機会を提供していると。そして ICT を活用して動画やオンラインで学習する機会を提供してサポートをすると、こういうことをやっているんですけれど、これやってるんですけどなかなかこの減らないんですね、不登校が。じゃあどうしたらいいかというのが、ここから先が私の考えです。不登校をなくすにはどうすればいいという質問の私の答えはこれです。学校は行かなくていいシステムを作ればいい、ね、学校は行かなくていいんだから不登校って言葉自体はなくなっちゃいますよね。これね、現実的じゃないってまだ思っちゃう人いるかもしれないんですけれど、もう近い将来必ずそうなります。で、団体競技なんかちょっとね、運動なんかの団体競技なんか難しいかもしれませんけれど、普通の勉強だったらもう学校に行かなくてもできるようになると思います。世の中そう動いてます。これはインターネット上の仮想空間のメタバースってあるんですけれど、そのメタバースを活用して、このメタバース上にバーチャルスクール、これを作って、子どもは自分がアバターとなってそこで勉強すると、学習すると、こういう形になればいいんですよ。インターネット上ですから、その場所に行かなくても端末さえあれば場所をどこでも勉強できますよね。でアバターとなって子ども同士の交流とか、子どもと先生との交流ももちろんできます、ね、学校やサポート施設に行けない子どもでもこのアバターを使って、ね、メタバース上のバーチャルスクールを使って他者と関わる活動、これもできると思います。これは私が思う不登校をなくす、ね、方法なんですけれど、これ静岡県ではね、もうね動き始めます。静岡県県教育委員会は2024年度からメタバースを利用したバーチャルスクール、この開設のために予算を取って動き出す、このようになっています。ですからこれって夢の話じゃないんですよね、近い将来の話なんです。今日は近い将来不登校はなくなるというタイトルでお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。